今回の事業プランについてもう少し詳しくお聞かせください。はい、えー。今回の事業プランは、えー、ミュージシャンとかそなんな何ですかバンドマンとかですね、えー、歌い手さんとかに、えー、無料でですね、オフィシャルアプリみたいなものを開発するというプランになります。なぜ広告代理店をお辞めになったんでしょうか。はい、えっ、ー、とそうですね、バンドを辞めた理由と重なってくるんですけれども、はいえー、当時付き合っていた彼女がバンドをやってる時にいまして。 えー、彼女がちょっとその心の病というんですかね障害を抱えておりまして「か、え、い、ー、離性同一性障害」っていいましてお分かりになりますか、えーとまあ、多重人格というやつですねでその治療をずっと続けていたんですが、えー、やっぱりんですかねネットで、まあ、うちのバンドのスレッドみたいなものがあってそこちょっと叩かれるようなことがあってでもう音楽をやめてほしいっていう形になってしまったんですよ、ね、あ彼女の方からそうですね。 でその治療もずっともう2年も3年も続けていてちょっとようやく寛解が見え始めてきた時期だったので、まあ、僕は音楽に全てをかけていたのもあったんですがやっぱりちょっと治療を優先したいなということで、えー、バンドを辞めたんですがでその後その会社をやってっと喧嘩をしてしてまったんです、ね、その時にこう包丁を突きつけられたりとかっていうような結構激しい喧嘩をしてしまってでちょっと家を一旦出ようってことになったんですけどでしばらく家を帰らなかったんですけど。 まあそうです、ね、10日ぐらいして連絡が来たのは、まあ、警察からで、まあ、彼女が家で亡くなってるって言われてしまってでもうちょっとその彼女と暮らすためにその会社をやろうっていう決めてたのでもう働く意欲がなくなってしまいましてそれでちょっともう引きこもるよううなな形になってししまままいいまたありがとござすありがとうございます。